8月25日木曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気図からご覧ください。中国地方付近には低気圧が位置し、ゆっくり東へと進んでいきます。このため雨の範囲もだんだん東へと広がっていき、九州や四国はゆっくり天気回復へと向かいそうです。天気分布予想でも確認していきましょう。西日本、東日本は広くすっきりしない天気です。時間を進めて見ていきましょう。各地で雨の降りやすい天気となり、雷を伴って雨が強まる恐れもあります。九州や四国は午後になるとゆっくり天気は回復して晴れ間も覗きそうです。そして東北地方、日中も雨の可能性があり、夜は次第に雨が降りやすくなりますので、帰宅時間に備えて雨具をお持ちください。北海道は晴れて穏やかな天気です。続いて気温の予想です。日中は各地で気温が上がり、西日本、東日本は蒸し暑くなりそうです。熱中症対策しっかり行ってください。北海道はカラッとした空気に覆われます。朝晩との体感差に注意が必要です。調節しやすい服装でお過ごしください。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。